サイレントディールは日本の競争馬である。生産者はノーザンファーム、青年月日は2000年3月19日。芝、ダート双方の重傷戦線で活躍し、2歳9月のデビューから8歳の引退まで息きの長い活躍を見せた。2003年新山記念、同年武蔵のステークス、2007年佐賀記念の勝馬。全姉に、 エリザベス女王杯優勝馬のトゥザビクトリーを持ち、バトダートで JRA 重賞を勝利した唯一のサンデーサイレンス3区である。2000年3月19日に出生。父は1995年から2007年まで総合チャンピオンサイヤーのサンデーサイレンス。母フェアリードールは1991年生のアメリカサンバで、全姉にエリザベス女王杯優勝馬のトゥザビクトリーがいた。 トゥザビクトリーの前弟として注目を集めたサイレントディールは同年7月に開催されたセレクトセールにフェアリードールの2銭として上場され図研社長の金子正人に1億1550万円で落札された2002年9月15日阪神競馬場で行われた新馬戦でデビュー中立英治機場のサイレントディールは この詩は1600メートルのレースを一番人気で逃げ切り、2着名称マルスに2馬身反差をつけて勝利した。続く、竹豊が騎乗した、ハギステークスでは5着に敗れるが、同条件の高級賞を2番手からの競馬で勝利する。12月8日の朝日ハイフューチュリティステークスで、重賞初出走。竹豊騎乗の3番人気サイレントディールは、 強力な先行馬が不在の中で花を主張するが、同じくかかり気味に先行したマイネルモールゲイと1000メートル、通過56.9秒のハイペースを作り出した後に失速。勝った栄心チャンプから0.9秒差の発着に敗れた。2003年1月12日、サイレントディールは一番人気に押された、新山記念で重賞初勝利を挙げる。 道中6番手追走からスローの流れに乗り、早めのスパートから2着、マッキーマックスを首差で抑えた。前半47.9後半46.9秒のレースラップと1分34秒8の勝ち時計は、前年の勝ち馬でありダービーは、谷のギムレットのそれと全く同じ数字だった。この時点で陣営はドバイで行われる。 UAE ダービー出走のプランを持っていた。続く、キサラギ賞は、重馬ばの中、後方からの競馬で3番人気ネオユニバースの2着。この後、サイレントディールは有力馬の一頭として、クラシックへ向かうが、サツキ賞、日本ダービーともにネオユニバースの6着、4着に、敗れた。馬の評価には常に激しい気象から来る折り合目にへの、 不安が伴い、武豊は後に、今にして思えば、2400メートルでよく折り合った、ものだとダービーを解雇している。その後、6月には3歳馬ながら、宝塚記念に出走するが、菱ミラクルの10着に敗れた。秋は調整の遅れから、菊花賞を回避し、池江は、サイレントディールを、ダート重傷の武蔵野ステークスへ登録する。 レースでは四角を二番手で曲がると一気に突き放し、二着、萩のハイグレードに四馬審査をつけて勝利。池江は、精神面の成長を評価した。続くジャパンカップダートでは二番人気に押されたが、先段追走も直線伸びず、アメリカは、フリートストリートダンサーの七着に敗れた。騎手のオリビエ・ペリエは、今日は、返し馬からのめっていた。バ,バが、 すべてと雨の影響が見えたババに敗因を求めた。ペリエとサイレントディールのコンビは、自走の東京大賞店も一番人気に応えられず、7着に敗れている。2004年2月、サイレントディールは、ドバイミーティングの3競争へ登録され、シーマクラシック出走場に選出された。ドバイへ向けたステップとなる、フェブラリーステークスは、 うちでも生まれる厳しい競馬になったが、直線伸びて、アドマイアドンの2着に構想。レース後、新たに、ワールドカップへの招待が発表された。結果的にレースには、竹豊が起乗したが、オリビエ・ペリエは、この馬には2400メートルのシーマクラシックは、気象的に苦しい。出られるなら、ワールドカップの方が、力は出せるだろうと出走を熱望していた。 3月27日、サイレントディールは、アドマイアドン、リーゼントブラフの日本馬2頭と共にワールドカップへ、出走した。枠順は12頭立ての6番、サイレントディールは7番人気だった。レース前、池江は、馬の状態や馬場との相性に自信を見せていたが、スタートでつまずき落馬寸前となり、終始後方のママカチューマ、 プレザントリーパーフェクトから10秒以上離された最下位に沈んだ。ドバイからの帰国後、サイレントディールが再び重傷を勝利するまでには3年の時間を要した。2005年は芝の中距離路線で走り、4月23日のオープン特別オーストラリアトロフィーに勝利したほか、6月12日のエプソムカップでは一番人気の支持を集めた。 2005年秋以降は芝、ダートを問わず走り、2007年の佐賀記念で3連3ヶ月ぶりの重賞勝利を飾っている。このレース、サイレントディールは中段追走からペースが落ちた1周目のスタンド前で一気に先頭へ進出、迫るクーリンガーを半馬身を抑えて、レコードタイムで勝利した。佐賀記念後の勝利はなく、2008年12月13日、 ダート2000メートルのベテレディウスステークス13着を最後に12月16日付で登録を抹消された。JRA、地方、海外を走り50戦7勝。バとダートの JRA 重賞を勝利した唯一のサンデーサイレンス3区である。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。2009年から北海道日高町の ブリーダーズ・スタリオン・ステーションで種ボバ入り。初年度は53頭に種付けしたが、年々頭数を減らし、2013年の種付け頭数は3頭まで落ち込んだ。もともと体高170センチメートル、体重500キログラムを超える大型馬だが、引退後は570キログラムほどの馬体となっているという。2020年をもって種ボバを引退、ホーストラスト北海道で寄席を送る。 ありがとうございます。